はい、サイデマンです。今日はですね、なんと僕の母校の八重山高校がですね、県大会の決勝まで進んで、これから決勝戦が行われるんですよ。で、石垣島といえば八重山商工が過去2回甲子園出てるんですけども、僕の母校の八重高はですね、残念ながら甲子園行ったことがなくて、32年前に一度県大会の決勝までは行ってるんですよ。で、そこであの強豪沖縄水産に敗れて、惜しくも甲子園出場ならずだったんですけど、今回32年ぶりに決勝まで上り詰めて、これから決勝なんですよ。ただ残念なことに、今回優勝しても甲子園はないんですけども、もうここまで来たらですね、優勝してもらって、一応優勝旗を持ち帰れるということなので、優勝旗をですね、持って帰ってきてもらって、今ね、石垣島もコロナでちょっと騒がれてて、ちょっとみんな元気がないんですよ。なので、この高校球児に元気をもらって盛り上げていきたいと思います。じゃあ、これからあの歴史に残る決勝戦が始まるので、応援したいと思います。さあ、今ですね、5回表に入りまして、まだ0-0なんですよ。0対0で、まあ、僕の八重山高校がワンアウト1塁のチャンスです。さあ、歴史的なこのね、八重高も点数を取る瞬間を取りたい。抜けたー、よっしゃー、点数入った、やったー、先制点取った、よっしゃー、1-0、よっしゃー。さあ、追加点が欲しいところ、キャプテン、あ、うまい、硬い、やったー、よっしゃー、2点目入りました。さあ、もうこれ八重高ペースよ。5回裏終わって4対1で八重山高校リードしてます。さあ、いよいよ最終回、今4対1で八重山高校リードで9回表です。あとアウト3つで優勝、頑張れ。最高祭りになっていると選手たちの表情が重くなっています。うわ、ゲッツくるちゃうこれ。はいはい、惜しいな。ツーアウト、よっしゃー、ツーアウト、あと一人で愛好が初の優勝です。さあ、9回裏ツーアウト2塁まで来ました。あと一人、頑張れ愛好。ショートゴロ、うわ、嘘、ボールを弾いてから1塁だ。わー、今ちょっとあれだったな。おい、うわ、やばい、まだ大丈夫、あと2点ある、あと2点ある、やばい。よっしゃー、よっしゃー、ライアンに渡して、やったー、優勝、優勝、優勝です。
すごい。うわー、やばった、よかった、勝ってよかった。あー、泣きそう。やったー、はい、優勝しました。すごい。いやもう最後までドキドキしたんですけど、なんとか優勝できました。もう本当に石垣島ですね、高校3校しかなくて沖縄に行くのも大変なんですよ。そんな中で優勝できたっていうのは本当に誇らしいと思います。これはもう10年経っても伝説に残ると思うんで、ぜひこのチャンネルをご覧の皆さん、このコメント欄にお祝いのコメントどしどしお願いします。今日はもう八重子が優勝ということで本当に嬉しいです。ありがとうございます。